はい、大駒茶うかでございます。さあパート2やっていきましょうかね。もう入学式ですよ、みんな頑張れーっと。ん、ちょっとそこのあなた、部外者は立ち入り禁止ですよ。え、今日から、もしかしてあなたが監督、失礼しました。え、古本では、改めまして、はじめまして、うか監督、マネージャーの塚本です。塚本ちゃん、ピカピカの2年生です。ふふ、先輩より1年年上、1年先輩ですよ。あらら、監督、精一杯監督や選手をサポートさせてもらいますね。現在の野球部の目標なんですが、7月に始まる県大会になります。夏の甲子園大会に向けての戦いです。まずは初戦突破ですよね。甲子園出場を目指して頑張りましょう。それではですね、今後のスケジュール進行についてご説明します。画面下部に並んでいるアイコンを進行アイコンと言います。進行アイコンにはいろんな種類があります。まずは練習進行アイコン。練習進行アイコンを選ぶと、選手全員がその練習を実行します。投手系の練習は野手に効果が薄く、逆に野手系の練習は投手、あ、なるほどね。ああ、一長一短と。他にも、進路相談などの特殊なもの、スケジュール見直しなどその場で効果あるもの、数は豊富にある。うまく使い分けて日程を進めてください。バッチリ理解できました。はい、わかりました。では、説明おります。それでは、ファイト、了解です。あ、そうそう、何？今の説明はマネージャーのメモとして残しておきますね。あ、監督忘れっぽい感じがしますか。やかましいわって冗談ですよ。もう、可愛いから許す。うまく活用してくださいね。もう入学式。さあ、俺のね、監督人生始まるよ。本日は入学式。新1年生の入部希望者がやってきた。多いね。新入部員の青野はそうだよね。青野ってなんか見込みあるよ、これ。将来プロ野球選手になれるかも。もともと、特別な選手が登場した場合、能力詳細画面で OB やプロなどの文字が表記されます。え、ちょっと待って待って。じゃあ見ようか、データ。かな？データで、選手データ。いるかな？アバノだよね。見た感じちょっと、っていう感じで。あ、今、この、E 村が、レギュラーか。了解です。さっき言った、アバノ。選手データ。あった、転生 OB って書いてある。あー、なるほどね、OB じゃん。なるほどね、こうやってランダムで出てくるわけだ。アバノっていたんだ。なんか名前聞いたことあるのよ、なんか近鉄だったかな、確か。なんかいた気がするんですよね。まあいいや、とりあえず、見た感じ。どれどれ？はぁ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 、バランス重視だな、今のところは、やっぱり。バランスだな。でも弱小な、弱いな。まあ頑張ってやっていきましょうか。じゃあ日程進行、早速やっていきますか。何があんのかな、と。これね、一応6件半で軽くやってみたんですけど、文字があるじゃないですか、こうやって。その文字ごとに、この上の、こうなんだろうな、アイコン進んでいくというか、進んでいく？まああるんですよ、そういった、じゃあとりあえずで一応スクワットしますね。こうやって。このほら、上の、春休みが終わり、1学期がスタートした。すごろくみたいなもんですよ。いわば自分で数を選べるみたいな。そんな感じですよ。スタミナ強化を練習するため、スカット中心に練習を行った。練習進行アイコン使用後の成長方法が2種類の経験要素を合わせたものになります。個人で設定している練習項目の経験と、選択した練習進行アイコンによって得た経験値。あ、じゃあ自分で選択できるんだ。何の練習をすべきか、阿波くんが意見を求めます。あ、早速1年生から言うね。君はじゃあ、次、ちょっと待って。君はもう完全なエースになってほしいから、走り込みで、ね、ちょっと、スタミナを上げてほしいんだ。青いパネルになるのはチームによってプラスのイベント、青だとプラスね。オッケー、積極的にやっていきましょう。わかりました。うか監督お疲れ様です。今日は進行アイコンの数字説明。そう、書いてあったね、今。一度使い始めた、思ったのですが、進む日にちを表してるんですよね。5の場合は、いつか進む、了解。数字が大きいほど練習の効果は高く。なるほどね。選ぶと得。イベント発生する。で、イベントを狙うなら小さいのを使うべきで、そうでなかったら大きいのを使えばいい。みたいな感じか。わかりました。じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっとデータで、もう一回ちょっと見るか、いろいろ。練習確認とかやった方がいいよね、これ。ほら。いろいろありそうだよ、これ。何を鍛えるか。これ自分でできない？これ、選べないのかな？まだダメなのか。じゃあ、しゃあねや。
ちょっと能力見てくか、全体的に。うん。泡野がエースだな、1年から。もう早速この能力でいったら。残念だけど。1年生エースで。期待できる、彼には。で、そうだな、3年 EO、キャッチャー、エース、EO くんか。弾道低いな、全体的に。うわぁ。あ、でもこの田代って子がワンチャンあるな。この子4番だな、ちょっと俺。あ、OB だ、この田代も。へぇ、いいじゃない。2年生か。ああ、じゃあちょっと、彼は、いけるかもな。それ以外はどうだろう。なんだろう、このいまいちな感じ。まあ、これから成長するよ、彼ら、きっと。了解しました。じゃあ、どうしようかな。緑はこれ、なんだこれ。あ、でも4があるから、ちょっとこの星のところ止まりましょうか。よいしょ、はい、座禅。そう。星はなんだ？座禅での、精神鍛錬中心にやりましたよ。今後の予定なんですが、複数のプランを書いてみました。お金のスケジュール選んでください。現在止まっているスケジュールパネル。ここに止まると、新たなルートが2つ現れる。3つの中を進んで、ああ、なるほどね。目先の予定がいまいちだった時にならず、効果的。わかりました。あ、選べるじゃん。どうやって選ぶんだ、これ。わかんねえと。あ、こうやって選べる？ん？まあいいや。じゃあ、とりあえず、下の段になんかスカウトがいる、スカウトの人がいるっぽいから、そこ狙うね。じゃあ、フォームチェック、速球で。で、これだな。えい。下、その人、えい。なるほどね、こういった。新入部員の加入による先輩いつも張り切ってる。いいじゃない。そう、頑張れ、頑張れ。さあ、スカウトに会いたいな。フォーム、やったぜ。マンツーはね、特別練習、監督の勝負で、いいのは、ますます練習好きになった。いいね。あ、やったぜ。信頼度アップ。で、これでどうしようかな。全体的に遠投にする？肩中心だろう。で、請求。肩だな。うん。やっぱ守備力がなんかも、心もとない感じしたんだよな。あ、来た。うん。プロ野球チームのスカウトやってきた。いいね。お、スカウト評価上がった。なるほどね。一人、特別で推薦してみる。今張り切る、この三人。山根、飯尾、田代くんだな。田代。田代がいい能力持ってんだよ。はい。そう、好印象出た。プロ入りに一歩つけてた。いいじゃない。うん。田代選手はいいね。あ、食事会ってある。どうしようか。あ、でも、インターバル走力中心どうしようかな。一応食事会やってみっか。どういうのかわかんないけど。親睦を深めた。親睦、あ、疲れ取れるのはいいね。どれ、うん、あ、平林のお母さんがやってきた。ああ、平林で優しそうな人。金額に来ただけだった。白いパネル、いい時と悪い時が来る。なるほど、わかりました。あ、来た。ホームチェック編。これ、全部同じか。5。どうしようかな、じゃあ。走力、ああ、全体、ちょっと変化球が脆いからな、みんな。うん。ちょっとそれ、やっといて。元気もりもりです。どんな練習に元気いっぱいやってくれますよ。体力多くあるとじゃなくて効率よく練習できる。さっき大回復したからね。やったぜ。あ、いいじゃん。ほい。あ、いい元に親から手紙送られてきた。あ、いいじゃない。あれ、一人暮らししてきてんの？寮とか入ってるとか。いや、いいね、そういうのって。お疲れ様です。これ、性格についてはね、いろんな性格があります。性格によって試合の行動などに違いが出てくる。あ、でも楽しみですね。そうですね。また性格次第で成長の差が出るんだ。わかりました。ああ、まあ、それはいいや。とりあえず、後で確認。あ、これは5で。じゃあ、インターバル走。ゴーゴー、あ、ゴールデンウィーク。世の中は、連休の話題で湧いてるようだ。ゴールデンウィークね。休み一つ開けて起きてね。28、29、よし。走力1上がる。あ、上がるんだ、ちゃんと。よかった。お調子もね、目立ちたがり屋の、飯村の提案で、校内放送が野球部で紹介されるの。いいじゃん。あ、テンション上がった。いいじゃん。あ、いいね。あ、いいじゃん。いい流れで来てるよ。あー、オッケー。あ、紅白戦やりたい。はい。というわけで、次回行きたいと思います。それじゃあ次回も見てね。それじゃあね。